おー、食った。おー、ほほほ、よし、あー、しかもいいサイズ。おー、すげー、ブルフラの、それすげー。いや、なんか見えたな、バスっぽいのと思って入れたら、そこでした。はい、修理しながらずっと使ってるんですけど、ブルフラットのノンソルトライトテキサス、いやー、今のはね、バスが上がってくるの見えて、まあまあ入れとくかと思って、なんとなく、あ、いたいたって元気なんで投げたら元気な上流バス。はい、サイズはね、さっきと同じ39とか8とかね、まあまあ上流の元気なバスいただきました。じゃあこいつは逃がしてあげます。じゃあ引き続き狙っていくんですけど、結構ねスピニングですごい小さい虫っぽいやつとかね、いろいろ試してんだけど、そういうのはねガン無視されるんだけど、ブルフラットはなんかね見てくれるみたいな、不思議なんですけど、大きい方がなんか見切られないですね、だから3パチじゃなくて4パチなのかなみたいな、そんな状況。もっとねビローラ吊るしてだとか、あ、例えば今エビ、ミハラムシ吊るしてとか、そういうちょっとこだわりのサイトとかしないと釣れないのかなと思ったけど、まず一発目はブルフラ、ノンソルのライトテキサスを、ほんとねこういう浅いところでこうフフフフってもバスのね横に持ってきて置いたら、もうバーってね横向いてすぐ食った。はい、先日のブルフラットノンソルトでバスを釣ったよって動画に引き続いての、またねこれね、ブルフラットのノンソルトで魚釣れたよっていう動画なんですけども、まあ、これ 4.8 インチのブルフラットノンソルトマテリアルっていうことで、今回ね、戸面原ダムの最上流の方に行ったら、いい感じのカバーが形成されていてですね、で、まあそこに、まあフロッグみたいな感じで、投げて、ボコって出ないかなっていう感じでね、やってたんですけど、2回ぐらい反応があったんですけども、なかなかバイト、食い込ませるとこまでは行かせられないで、ただね、上流で待っていると、まあ夏の暑い日だったので、比較的ちょっと流れのあるね、上の方に待っているとバスが刺してくる。そういった状況だったんですね。そこで、まあ、たまに一番上の方も狙いつつ、後ろもね、たまに振り返りつつ、まあ、何を見ていたかって、バスがね、登ってこないかなっていうのを見張っていたんですけども、そうしたらね、40前後の、まあ、釣ったのは40なかったですけど、39とか8センチぐらいだったんですが、そういったサイズの群れが、あれ何匹だ、目視できる範囲で、まあ、5匹以上ぐらいでね、こう、群れでこう、上に上がってくるんですね。そこに、たまたま手に握っていたこのブルフラットノンソルトの、ライトテキサスリグですね。こう、重りがついているもの。これをね、投げて、で、まあ、投げたらどういうバスが反応するかなってのを見るために、まあ、これでまさかね、そんな何も考えずにパーンって食うなんて思わなかったんで、とりあえず投げてみようって思って、キャストしてみたら、もうね、着水した瞬間にこうバスがグイって見てね、で、もうすぐね、パカーって食って、ルアーを運び出したんですね。いやー、何回か亀山ダムとかの上流でも同じような似たようなねパターンでね釣ったことあるんですけどね、ほんとねこの独特のね 4.8 インチっていう大きさ、これがグッてね水をガーって押して、で水深はもうほんと歩けちゃうぐらいの浅いところだったんですけども、そういったところでこの多分ノンソルトマテリアルでふわーってね
微妙にやっぱりソルトインのものよりもゆっくりとですね揺らめくんですよね。それにたまらず食いついちゃったのかななんて思いますが、それで動画上げた後にコメント欄でですね、この今つけているのはこれ 2.6g のねシンカーなんですけど、結構軽いシンカー使うんですね、この軽いシンカーを使うメリットって何かあるんですかなんていうご質問をいただいたので、まあこれがねノンソルトマテリアルなんでノーシンカーで使うと分かるんですけども、なんだろう、針がついてる分そのフローティングっていうほどまではいかないんですけども、なんか結構ね上もう表層付近でこうなかなか沈んでいかない、もうゆっくり沈んでいく、ノーシンカーで使うとそういった状態なんですね。もちろんそれでね釣れたりもするんですけども、この軽い重りをつけることによってこの重りが先にストーンと落ちて、気持ちねちょっと早く底付近にねこう引っ張っていくで上げてくる、またストーンと落ちる、これ起点にゆっくりと探れるっていう、そんなイメージでね 2.6g つけてるんですけども、例えばこの釣り方で使うのはね 3.5g と、なんだろうな、風の具合とかそういったのでね重さ使い分けたりするんですけども、でそれより重い例えば 5g とか 7g のシンカーを使うっていう時は水深が比較的そうですね4メートルから5メーターレンジぐらいを効率よく探りたいっていう時に 5g とか 7g のシンカーにして、それでもってこうストーンと落としてもうちょっとね早く重りが先について、でもねやっぱりフリーの状態でふわーって最初のこのふわーっていうのに注力して、でその後竿をねこう振って、でスイミング気味にこう上げてきて、またストーンと落としてふわー、あそこ行ったな、アクションしだしたなって言ったらこうスイミングさせてっていうのを繰り返して底付近を狙うっていうね、そういった感じで、結構軽めのライトテキサスリグのシンカーの重さっていうの、まああとは本当その時の気分と、こういったら身も蓋もないんですけど、ボックスごちゃごちゃなんで、そのボックスごそごそってやった時に出てきたねやつで、まあだからここのところは本当 2.6g でも 3.5g でも今回やった釣り方なんかなと、まあどっちでもいいかなっていう感じなんですけど、ただなんとなく 1.8g だと沈むのが遅すぎて、自分の感覚的には待ってらんないなっていう感じになるので、あんまりそうですね 1.8g のこういったバレットとかも最近ありますけども、自分が使う場合は 2.5、2.6g から 3.5g ぐらいまでのね、そこら辺で使うのをライトテキサスって定義してなんとなく投げております。 5g 以上 7g とかを使うときはテキサスリグって多分と思います。で 7g 以上ももちろん使うんですけども、その 7g 以上だとどちらかっていうとラバージグですね、コンツアージグとか 7g、10g とかね 14g とか、そういった重い番手の似たような釣りを展開するときはもう全然使い方とか投げる場所も若干変わってくるんですけども、コンツアージグの 7g とかね8分の3オス2分の1オスとか、そこら辺にグッと刺して使うことが多くなってくるかな。それより軽い場合はこういったそうですね、エンジンのこういったシンカーとかですね、こういうので優しくふわーっとした誘いの時、まあフォーリングの時によく釣れてるなーなんていう時にライトテキサスリグ、スイミングの時に、食ってくる割合が多いなっていう時はそうですね、ジグストとかラバージグの泳がせる釣りが割合的に多くなってくるかななんていう、まあ、とにかくね今回の場合は一番上の浅いところで見えバスにこうノンソルトマテリアル投げたらすぐにスパーンって食ったよっていうね、そういった動画なので、まあなんていうかとりあえず上流部でね見つけたらね投げてみるといいことあるかもしれないですね。で昨日あげたそうですねエロピンク、
スワップクローラーで釣ったっていうのは、今回上げた動画の後なんですね。これで釣ってあらかた、まあ、魚回ってくるの見えないかななんて待っている時に、なんかコバスがずっといたんで、それをスワップで、狙ってみたなんてのが昨日上げた動画なんですけども、そうじゃない、もう多分ね、こっちの方がね先に釣ったんですよね。とりあえずやる気のある、わーっていうね、バスの群れなんか来たらね、ぜひね、このね、ブルフラットで、まあ、今回たまたまノンソルトで投げていて、前回おかっぱりでノンソルトで釣った時も、やっぱりね、ノンソルトのちょっと投げてすぐに沈み出さないっていう、上で少しだけ保持しているっていう、この特性が効いたななんて感じたので、そうですね、ノンソルトちょっと上流の釣りとか好きなんで、そういった時にね、投げる機会が増えてくるんじゃないかななんて思います。まだね、いろいろね、どんな感じのリグでどうだとかね、いろいろ試していきたいなっていうふうに思いますけども、というわけで本日の釣りこう TV は、見えますにですね、このブルフラットノンソルトマテリアのライトテキサスリグ、これを投げたら、スパーンとね釣れたよ、こういった動画でした。はい、釣りこう TV でした。